右の方、あでも右も微妙だな。なんかね、とにかく昨日後ろに行かないことで。うん。じゃあ、お願いします。お願いします。よいしょ。完璧。昨日間行きましたよ。行った。大丈夫、戻って。では、和合2日目の後半。そう、で、ワンアンダーで切り返して、折り返してきて、はい、もうここでちょっと気持ちは、まあ楽になったので、うん、あとは自分との戦いだと思って、パー、パーで、確か順調に行ったんだけど、はい、3ホール目で、初めて、この大会で初めて3パットを打った。おボギーを。1日目もなかった。そう、なかった。1日目の前半もなかった3パットを打ってしまい、それはエッジとかじゃなく、本当のグリーン上で。うん、で、あれと思って。で、次のショートもバンカーに入れて、そこから寄らず入らずで、またボギーを打ってしまって。はい。まあ、バンカーからの2パットのボギー。うん、そうそうそう。うんうんうん、で、まあ、ちょっと焦りもあったけど、まあでもまあ、前半アンダーで上がってるし、と思ったその次に、ついにあの顎に刺さってしまって。お、ここで事件ですね。それ何番ホールですか？それが、後半の2番だから5番ホール。5番か、うん、じゃあ顎事件からまた話そう。まあ、手前からナイス。顎に刺さり、顎に、え、目玉、顎、あ、顎、え、ボール見えない？あ、ボール見えるんだけど、こうサクッと入ってる感じ、うんうん、で、それはもうちょって出すだけになり、アンプレせず、うん、そのままで構えられたので、うん、ちょって出すだけになり、そっからもう寄らず、入らず、ダボ、うん、チェーン。神様ちょっと離れてた感じで、だいぶちょっと自分からこうテイクしちゃった感じで、ここは本当に自分ので、行かなきゃみたいな感じですね。ここからはボギーボギーダボおー続いてしまい、それはすごいまさかそんなことがあったなんて。そんなことが、ちょっとね、なんかあれあれあれって。ナイス、オッケーです。ヘッポワンでダボで6番パーを取れたのに、そうだから、あ、ここで断ち切れたと思ったのにそこからまたボギーが続くという。続くんですか？続いちゃうの。ボギーボギーってまた最後打っちゃって、で、何が悪いじゃないんだけど、ちょっと足りないとか、ちょっとオーバーとか、当たりはいいんだけど、ちょっと縦にブレが出てきちゃって、で、それが集中はできてた。うん、集中はできてる。うん、だからもう本当にちょっとふわついた感じもなく、うん、全くなく、リズムだよね、やっぱり。で、最終ホールは、うん、もうね、スタートこのティーグラウンド立った時点で18番のそのグリーンの奥にいっぱいわーって人がいるのが見えて、あー、もうみんな待ってる、うん、待ってて、で、ここではやっぱボギー打ちたくないなと思って、スコア的にはもう大丈夫っていうのは考えてたから、もう最後の一ホールだけちゃんといいショットで終わりたいと思って。その時点で何オーバーなんですか？その時点で、前半1アンダーの後半が6オーバー。おお、そう、もう結構打っちゃってて、もうバーディーはないし、ボギーをただ積み重ねてダボがあるみたいな。潮田さんの6オーバーって見たことないよもういやーね、それでドライバーは真ん中にできました。でも残り180ぐらい残ってる、ちょっと長いとこだな、うん、で4番アイアンでちょっとつま先下がりだったので、ペラッっていう球が出て、ペラッ、うん、ペラペラちょっとペラって、はいはい、で右手前のバンカーに入れちゃったのね。で、わー、みんなが見てる前でちょっと恥ずかしかったなと思いつつ、でバンカーから出て、そこから2.5m、うん、の上りのパット、うん、まあまあありますね、うん、まあまあ結構ワンピン以上ですね。ワンピン以上ある、はい、入れたいと思っ
ってそれを打って周りも入れって言ってくれたボールがカコンみたいな。入った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 。でパーパー。おお、最後はね気持ちいいパーが取れて、なんかね最後だから最終組ですよね。そう最終組ってことは結果はもう出てるってことですよね。そう、うん、上がった人たちは、そう周りは知ってる。なんか、まあ、スピーチとかきっとあったと思うんですけど、うんうん、何話したんですか？やっぱりまあ、もうこの年齢で自分の好きなことができるっていうことってなかなか、ね、環境が揃わないとないと思うので、周りの人に感謝と、今自分がゴルフできることを嬉しく思うなっていうこと。いいですね。まあ、本当に感謝です。自分がゴルフできることに感謝と。そうなんです。一人じゃできないんです、ゴルフは。一人でやるスポーツのように見えるけどね。そうじゃないぞと。そう。やっぱりね、大会出るってなるとね、いろいろやっぱりサポートも必要なので。っていうね、潮田さんの日本ミント優勝おめでとうという話はここで以上になります。潮田さんありがとうございました。ありがとうございました。ここからはですね、はい、今回盛りだくさんでですね、潮田さんの技術とかもね皆さん見たいってことなんでちょっとそういうのを盛り込んでフェアウェイウッドの打ち方だったりバンカーの出し方だったりいろいろ根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。では引き続きご覧ください。うん、ナイスショー。うん、いいとこです。ラフ、ちょうどラフ。潮田さんがゴルファーだと思われてる方がたくさんいると思うんですが、結構リンゴルフでも潮田さん何されてる方なんですかっていうアンケートとかも結構あって、潮田さんは何をされてるんですか？はい、歯科医師です。そうです。潮田さんはまさかのこんなに綺麗でめちゃくちゃゴルフ上手くてさらに歯科医っていう、もう人はじゃないですね、天は人にいろんなものを与えるっていうのはこのことだなっていうすごいんですよ。お医者さんでございます。歯医者さんってお医者さんって言う？言う言うよね、うんうん、ドクターだから言う。この間勉強会、勉強会ね、Facebook で上げてるの見て、いやめっちゃ仕事してんなって思ってそんな話もねちらほら聞きたいと思います。最近アプローチ結構大事なんで、アプローチあまり見ないようにしてて、うん、人の、いや、あの距離、あ、距離、うんうん、そう、結構自分の感覚って大事じゃないですか、試合になると、うん、てか距離計ばっか見てると、うん、打てなくなってきちゃって。そうそうそう、私だから使わない距離計、うまい、ほんと入りそう全部外からパー取れればね、はい、強いよね。すごいですね。いや、潮田さんね、パターどころかアプローチがパターで打ってるかのように、うんうんうん、なんかこう綺麗にラインに出ていく、うん、ラインに出すように、うん、打ってる。それをなんかいいな、秘訣みたいなのあるんですか、アプローチの。うーん、全部本当計算されたように転がるし、計算されたようにピンに向かっていく、ちょっともなんかもうブレないっていうか、なんかね、意識してるのは打つっていうよりもこのフェースにボールを乗せて運ぶっていうイメージなのね。よくこういうの、そうそうそう、もう投げるみたいな、こういうイメージ、ね、運ぶ運ぶ、ボールを運ぶって。さ
さんは、うん、歯医者さんってことは歯医者に勤めてる。そうそうそう、開業医の先生のところに勤務医として勤めてる、うん、ってことは本当に普通に虫歯とか直したりとか、うん、インプラント入れたりとか。インプラントはしてないけど、私はしてないけど、虫歯直したりとか根っこの治療したりとか、うん、親知らず抜いたりとか。抜いたりとか、親知らず抜くの？親知らず抜いたりとか。いやー怖い普通にそれ以外にもこの間なんか勉強会みたいな発表とかやってましたよね。あ、そうそう、初めてだったんだけど、うんうん、そう、勉強会で競技ゴルファーの国内事情っていうのを自分で題にして、うんうん、まあ自分をちょっとあの実験台にしてマウスピースつけるとどのくらい飛距離が伸びるかとか、それとかこうゴルファーの口の中、うんうん、やっぱりプロとかもね、そう食いしばったりとか、うん、あとなかなかやっぱり競技が続くと歯科医に行けないから、じゃあどうやって口の中ケアしていったらいいかとか、うん、そういうことをねちょっと自分なりに考えて。塩田さんだからできるなんかこう目線なので、皆さんの塩田さん歯医者さんでございます。お見かけした際はあーって言ってください。言いません、あえて委員の名前は言いませんが、きっとね知ってる方もたくさん、はい、いるかな声かけてくれたら嬉しいです。ピーより手前だよね。だって手前ですね。うまい、いいですよこれ。あとは距離くん、距離、ありがとう、ありがとうございます。完璧。今日は本当に全部手前。2018年、うん、なりました。はい。今年の目標というか、なんかこう、まあ、塩田さんでも去年すごかったからどうするんだろうって思ってる私。塩田さん今年はどうするんですか。まあ出る試合は全部優勝を目指して、うん、気を抜かず、うん、頑張るのと。やっぱり去年ね、たとえ優勝してもちょっと最後崩れちゃって優勝っていうのがあったので、うんうんうん、今度はいいスコアで、もっと自分の納得できるスコアで優勝したいなっていうのも、うん、なるほど、うん、さらにスコアも、スコアも求めるぞと。そう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 やー、内容かな、内容、内容ね、内容で。こういうミスがないんだよね。うわ、すごい下がってる。なんかこういう、あの、身に入れちゃったとかないよね、全部ピンに向かってくんだよ。不思議だね、うん、運ぶ気持ちも。打ちたい方向にフェイスを持ってくっていう風に意識してる、うん、なるほど、うん、パターンも一緒で、パターンも一緒、うん、スイングで打ちたい方向にフェイスを出す。戻ります。あ、入る皆さんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメントもねたくさんお待ちしています。塩田さんに聞きたいことをどんどんこの動画の多分6本7本上がると思うのでたくさん募集します。はい、以上になります。ではまた次回も楽しみにしててください。バイバーイ。